牛、豚、鶏3種のお肉と、チーズたっぷりのバーガー、2734キロカロリー。これ1本だけで800キロカロリー。チーズステーキ串など、背徳高カロリーグルメが大集結。都内で今日から開催されているこのイベント。みんなそこ、一口で食べれない。High calorie. High calorie. And it's so good. Energy. Make energy. いよいよ本格化する寒さに備え、カロリーを蓄え冬を乗り切ろうというコンセプトです。しかし今日の東京は半袖に半ズボンの方もいますね。なんで半袖半ズボンなんですか？あったかいからです。今年暑いですね。あ、今日あったかいですか？汗かいてます。あ、そうなんだ。最高気温は 15.5 度。15度以上は9日連続と季節外れのポカポカ陽気。食欲の秋ってことで。もう冬ですけど。ちょっと時差が。今年おかしいですよね。異常気象だから。異例の残暑が続いた日本列島。師走なのにまるで夏のような光景も。神奈川県座間市の公園で今見ごろを迎えているのが夏を代表する花、ひまわりです。こんなに咲いてると思わなくて本当にすごいびっくりしました。12月ですよ。そうですよ。なのにひまわり。もともと夏のひまわりが有名だった座間市。3年前の9月試しにひまわりの種をまいてみたところ、見事に花が咲き、冬のひまわりとして人気に。以降町のシンボルとなりましたが、今年は嬉しい異変が。例年はもうちょっともうああいうふうに枯れてます。残ってるのが少なくなってきてますから、今年はだから咲いてます。嬉しいです。本当に暖かい日が続く今年は、例年よりひまわりが長い期間咲き続けているということです。今が旬の野菜にも異変が。茨城県の農家で今年増えているという白菜がこちら。めちゃくちゃ重いですよ。で本当に片手だったら、なんでしょう、ここプルプルいますもんね。はい、4キロだからちょっと大きい新生児ですよね。通常の大きさの白菜と見比べるとその差は明らか。巨大化した白菜です。理由としては同じ。ちょっとこうなりますよ、マジで。ああ。筋トレです、本当に。ずっとは持ってたくないですね。ずっと持ってたくない、はい、マジで。農協などによりますと、暖かい日が続くと大きく成長するという白菜。さらにはキャベツも巨大化。左のやつが普通のサイズ。そうです、普通の皆さんがスーパーで見かけるようなやつなんですけど、でかいやつだとこういうふうに右側の 3L サイズ、二回りでかいでも効かないですよね。しかしあまりに大きすぎるため、これ一人で買いますっていう話じゃないですか。こんなの、はい、帽子と比べてね、帽子よりでかいんですよ。ちょっと一般の家庭で使わないですよね、正直。需要がないですよね。段ボール一箱に詰められる個数も減ってしまうため、箱代などのコストも余分にかかってしまうということです。すぐと避けちゃう。ただ異例の残暑も一段落。強い寒気の影響で北海道などでは本格的な雪となり、車のトラブルも発生。やった、よかった。週末にかけて強い寒気が列島へ南下。
東京では週明けの予想最低気温が3度と、霜が降りるほどの寒さに。今日気象庁が発表した1ヶ月予報も、これまでと一転、全国的に低温傾向となり、一気に冬らしくなりそうです。